山崎の戦い。山崎の戦いは、天正十年、1582年6月2日の本能寺の変を受け、備中高松城の工場戦から引き返してきた、橋場秀吉軍が、6月13日、西暦7月2日に、摂津国と山城国の境地する山崎、京都府長岡京市、お徳二に軍大山崎町において、 織田信長を討った、明智光秀の軍勢と激突した戦い。古来天皇さんの戦いと呼ばれてきた、合戦の現代的表現で、山崎合戦とも呼ばれる。天正十年六月二日の本能寺の変勃発寺、田家中の主要な武将並びに同盟者、徳川家康の同性は次の通りであった。橋場秀吉は、高松城にこもる毛利軍を包囲していたが、首相、 清水総司の申し出を受諾し、近日中に高松城は総司の自陣によって解城されるはずであった。しかし秀吉は6月3日に本能寺の変の,の方を入手し、直ちに毛利軍との和議を結ぶ。秀吉は4日に堀尾義春、八須正勝を立会人にして総司の自陣の見分を行い、翌5日から6日にかけて撤兵すると、6日に沼岡山城。 東方、7日に、姫路城、11日には、天ヶ崎、甘ヶ崎市に達し、いわゆる、中国大外しといわれる機敏さで、機内へ急行した。秀吉の懸念材料は、京都への進路上に勢力を張る摂津州の、同行であった。もし彼らが、三秀方に組みし足止めを受ければ、短期決戦に持ち込みたい、橋場軍の思惑に狂いが生じる。折氏も、 本老寺の返報を入手した、摂津州の一人、中川清秀から書状が舞い込み、秀吉は、上様、信長、殿様、信忠は、祈願を切り抜けられ、ぜぜに下がっておられる。これに従う福富秀勝は、比類なき功績を打ち立てたという旨の返還を清秀に出した、六月五日付け。もちろん巨峰であったが、光秀が、大阪方面を、重要視しなかったこともあり、清秀、 高山右近をはじめする、摂津州の多くが、秀吉軍に味方する。四国の長我壁征伐のために、大阪に集結していた、神部信孝、織田信孝、庭長秀は、徳川家康の接待のために軍を離れており、本能寺の変の噂を伝え聞いた増評の多くは、逃亡してしまったが、なんとか数千の兵をまとめて交流し、最終的に、秀吉軍は二万を超えた。 橋場軍は12日に、戸田で軍議を開き、秀吉は総大将に、長秀、ついで、信孝を押したが、逆に両者から望まれて、自身が事実上の名手となり、名目上の総大将は、信孝、山崎を、主戦場と想定した、作戦部署を決定した。なお、長秀と信孝は軍議に先立ち、光秀に、内通の疑いがあった、光秀の女性、 津田のを自陣に追いい込んでいる。一方、光秀は変後の刑の治安維持に当たった後、武田元明、京国工事らの軍を大江に派遣し、刑維等の地盤固めを急いだ。これは、光秀の居城である坂本城や織田家の本拠地であった安土城の周辺を抑えるとともに、当時の織田屋中で最大の力を持っていた柴田勝家への備えを最優先したためと考えられる。 数日内に大見は、セタ城、山岡景隆、慶イ兄弟居城。山岡兄弟は、光秀の誘いを拒絶し、瀬田橋を焼き落として、抵抗の構えを見せた後、一時甲賀方面に対比、日野城、ガモウ秀で、不臭不死居城などを残し平定された。その傍ら、有力組下大名に火星を呼びかけたが、遠赤であった、細川藤高、忠興不死は3日に、 モニフ複数として、提発、中立の構えを見せることで、遠極的にこれを拒んだ。奥丹後の領主、一式氏は、明智光秀に味方したので、南丹後の細川氏は軍勢を動かせない状態だった。また、筒井淳慶はこれに王子配下を山城に派遣していたが、秘密裏に、秀吉側に寝返り、9日までに、巨城の山と郡山城で、牢城の支度を開始した。 ラン峠こうした状況下で光秀は10日に、秀吉接近の法を受け、急いで、淀城、昌龍寺城の集築に取り掛かり、男山に布陣していた兵を撤収させた。しかし、光秀は、予想を超える秀吉軍の進軍に耐性を十分に、整えられず、2倍から3倍とされる、兵力差のまま決戦に臨むこととなる。 両軍は12日頃から延命寺川、現、小泉川を挟んで退陣する。橋場軍は、前夜に、中川、高山ら節衆が、山崎の集落を占拠し、最前線に着陣、池田恒興らが、右翼に、黒田義隆、橋場秀長、三子田正春らが天皇山、標高270メートル山裾の、旧西国街道に沿って布陣し、 秀吉の本陣はさらに後方の宝石寺に置かれた。これに対して、明智軍は、御坊塚の光秀の本陣の前面に、斉藤俊夫、厚地貞之、貞秀、川内衆、旧幕府衆らが、東西にわたって防衛線を張るように布陣し、迎え撃つ構えを取った。当時の山崎には沼地が広がっていたため大軍が通過できるのは、 天皇さんと沼の間の狭い空間に限られ、明智軍がその出口に蓋をした形となっている。局地的な戦闘はあったものの、翌十三日、打点だったと言われるも退治は続く。同日午後四時頃、天皇さんの山裾を横切って、鉱山隊の横に陣取ろうと移動していた中川隊に、斎藤隊の右側に布陣して、伊勢帝京隊が襲いかかり、西区、天皇山、 それにこうして、斎藤隊も鉱山隊に攻撃を開始し先端が開かれた。斎藤、伊勢隊の攻撃を受けた中川、高山両隊は窮地に陥るが、秀吉本隊から堀秀政の手勢が、小詰めに到着したことで持ちこたえる。天皇三六に布陣していた、黒田、秀長、三子だらの部隊は前方に展開し、中川、 高山両隊の側面を突くべく天皇山中腹を進撃してた松田正智か並川修屋両隊と交戦し攻防が続いた。戦局が大きく動いたのは一刻後、淀川旧流域沿いを北上した池田恒興、元女夫氏と加藤光康安率いる手勢が密かに遠命寺川を溶かして津田信春を奇襲。津田隊は味方から攻め立てられ、 増標が逃げ出したこともあり、混乱を来たす。また、池田隊に続くように、庭隊、信高隊も、右翼から一斉に押し寄せ、三秀本隊の側面を突くような形となった。これを受けて苦戦していた中川、高山両隊も、斎藤、伊勢両隊を押し返し、同様が全軍に広がった明智軍はやがて、総崩れとなった。三巻金屋機隊は、 我がち地にの間に引きまえと三秀に死者を送った、あと、勢いづく橋場軍を前に壊滅。三秀は、前線後方の昇竜事情に退却を余儀なくされるが、主力の斎藤隊が改装し戦線離脱、黒田吉からの隊と交戦していた、松田正地下、殿を引き受けた伊勢貞沖らが、乱戦の中でち死にするなど打撃を受けた。一方の橋場軍も、 前線部隊の消耗が激しく、日没が迫ったこともあり、追撃は散発的なものに止まったが、それ以上に、明智軍では、士気の低下が著しく、昇竜事情が大軍を収容できない平城だったこと、あって、兵の脱走、離散が相次ぎ、その数は704にまで減衰した。光秀は、昇竜事情を密かに脱出して、巨城坂本城を目指して落ち延びる途中、 オグリスの矢部、京都市伏見区、現在は、明智ヤブと呼ばれるで土民の落ちむしゃがりに遭い、そこで竹槍に刺されて絶命したとも、なんとか逃れた者の力尽きて、家臣の解釈により自陣したとも伝えられる、聖区、三日天下。翌日に、昇龍寺城に入り、体制を整えた秀吉は、堀秀政を大見への交通路遮断と、光秀捜作に派遣し、 堀隊は十四日に光秀の御詰めのために急遽、出兵した、明智秀光の軍を、内出の浜で迎え撃ち撃破した。三百余の兵を討ち取られ敗走した秀光は、坂本城で相手方に家宝を贈呈した後、光秀の妻子を殺害し、水を茂る朝、明智光忠と共に自陣した。中川、高山両隊は、丹波亀山城に向かい、 光秀の息子明智光喜びを自陣させ城を占拠。ここに、明智氏は葬石にいた者などを除いて滅んだ。刑に入った、橋場軍はさらに16日に、長浜城の無き藩県、沢山城の荒木幸重、山本山城の厚地貞幸、丁大夫氏、山崎編やらの逃亡、または、降伏によって、大見を平定。17日には、斉藤と三が、 宣服先の片手で池取りにされ、六条河原ので斬首あるいは卓刑に処された。秀吉は、この、信長の戸ぶ合戦に勝利した結果、清須会議を経て、信長の後継者としての地位を固め、天下人への道を歩み始める。清須会議後の7月19日には、最後に残った、光秀法の将である、武田元明が、庭長秀に攻められ自陣。 京国工二は妹、または姉の隆子、松の丸戸の大秀吉に差し出して降伏した。光秀の敗因はまず兵力差が挙げられる。これには、秀吉の動きが予想を遥かに上回る迅速さだったこと、中国平定のために、秀吉が信長軍の主力を任されていたこと、周辺勢力の助力を得られなかったこと、特に、機内の有力大名であった細川。 筒井医療兵を大江方面に咲いていたことなど様々な要因が絡んでおり、結果的に光秀は十分な兵力を揃えられないまま、京と最国を結ぶ最後の要所である山崎での決戦に挑まざるを得ない状況に立たされた。橋場方にも、強行軍による将兵の疲弊という不安要素はあったが、総じて戦略段階で、すでに大勢は決していたと言える。 現在の天皇山々中には、秀吉旗立の松が残っているほか、合戦の経過を解説する石板などが設置されている。秀吉本体中には他に、直家師主として、加藤清正、福島正則、大谷吉継、山内和豊、増田中森、戦国秀久、田中義正といった顔ぶれもいた。大抗期による、光秀軍の構成は以下の通りである。 その他、小川助忠、紳士忠、蟹吉町、津田信春、イコール津田平蔵とする説ありなどが参加していた。なお、明智御九郎のうち、光秀のいとこの明智三忠のみが、二条城攻撃時の負傷のため合戦に参加できなかった。二大勢力が争っている時に、有利な方へ味方しようと、日和見することを、コラガ峠という。 物事の勝敗を決める少年場や、運命の分かれ目のことを、天皇山という、天下分け目の天皇山と呼ばれる場合も多いが、正しい使い方でない。権力を極めて短い期間のみ握ることを、三日、天下、三日、天下、三日殿下という。これらはいずれも、この山崎の戦いに由来するである。 ただし必ずしも史実に即したものではなく、むしろその伝説に由来している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。